さっきショールームの広告で YouTube で話題の奥原日奈子って出てきた。何そんなことになっちゃってんの。プレイボーイ買ってだってありがとう。すりむいた？え、そんなすりむいた？すりむいた？そんな言葉使わない。私の今のお祭りを見てほしい。すごくない？抱いてほしい。逆に？みんな。すごいでしょう。ちょっとね、リップ塗ってないからね、口の色ないわ。劇場いつ出ますか？だって。そう、劇場公演ね、今のとこ出る予定がないです。最近は大学が、そうね、ちょっとテスト期間に入るんですけども、だから会える機会がねほぼない。で、あの、本当にお話し会も明日と明後日、あと7月の末かなで終わりだよね、今のところ。だから、まあ、だからね、本当にたくさん私は会いたいですけど、この配信見てると息子が元気になるよ。え、嬉しい。こんな配信で息子さんが、ありがとう。元気かな。今日の服は、大学、男からの誘惑多そうだけど大丈夫？あの、ないです。本当にない。そういうのない。そういうの全くない。ツール・ド・フランスって何？
間違えたね、ごめん。おい、そんな、そんなコメント打てるの？君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めてもちょっと素敵、指でなぞって覚えてもいい。マジですごいねって、すごいでしょ。京香さんがひなこさんのことふっかる女って言ってましたって。いや、略やろ、めちゃくちゃ略、めっちゃ略、めちゃくちゃ略。お互いにふっかる女かもしれない、超略。ネッシーカフェ行ったよ。ネッシーカフェっていうのじゃないけど、また静止画だって。止まってた。今日ね、織姫さんと彦星さんのお誕生日のお誕生日らしい。京香ちゃんの配信で日の子の名前よく出てくる。私のこと好きすぎないか。エピやってない、いや、エピやってたからね、一応。織姫さんと彦星さんの誕生日ということでおめでとうございます。やっぱり1年に1回しか会えない存在ですからね。今日はどんな日をお過ごしになったんでしょうかね。ぜひ聞いてみたいところですが、どういう感じで、どういうふうにこの1日を過ごしたのか聞いてみたいなとは思いますけどね。話変えよう。そう、今タワー来たから。風と海田さん、タワーありがとうございます。ありがとう。風と海田さん、タワーありがとうございます。ラブ、嬉しい。うんうん、
俺のタワーもあげるよって。え？ごめん、普通に間違えた。普通に間違えた。話変えよう。今日ね、何食べたか私話すね。今日は私が大好きな大好きなお菓子、お菓子っていうか分かんないんだけど、最近めちゃくちゃ好きな食べ物があって、なんかそう、めっちゃ好きな食べ物があるの。お菓子っていうか分かんないんだけど、すっごく美味しい食べ物がありまして、なんかそれのどこが好きかって言われたら、もう味がね好きなんですよ。でちょっとこの話してね、ちょっと今日はねもうね終わっちゃいたいと思うんだけどさ、最後にそう、好きな食べ物があって、それはね最近コンビニで売ってるものなんだけど、探してもねないコンビニもねあるのね。そうだから、なんかどこに売ってるのと思って今日やっと見つけました。でね、それ本当に美味しいの。味が美味しくて、甘くて辛くてっていうのは、それ普通に本当に美味しくて、で今もなんならあるし、めっちゃ美味しいのそれが。多分みんなは、でもみんながみんな食べたことあるわけはないと思うけど、本当に美味しいの。多分なんでしょうって言っても、分かる人には分かるかも。でも言わないで、分かんない人は絶対に分かんない。そのお名前はやばい名前だから、やばい名前じゃないし、ってかなんか普通にさ、みんなおかしいよ。私がなんかやばいこと言う人みたいになっちゃってない？やばいこと言う人みたいになってない？違うから、普通のやつだから、マジで。でもめっちゃ美味しいのだから、それも今からコンビニに行ってみんな買ってきてねって言いたいぐらい美味しいの。その、それがね、シゲキックスって言うんですけど、シゲキックスっていうね、なんか酸っぱいやつ、なんか酸っぱいやつで、笑ってないよ。いや笑ってないんだけど、でそれがめっちゃ美味しいの。でも分かる？食べたことある人いるかな？味が美味しい。味が、
なん、え、な、笑ってないよ。なんで笑うのって人たちは笑ってないから、みんなやん笑ってるの。別に変なこと言ってないから。でもそれが本当に美味しくて今日も買いました。はい、ということで、あのランキングを見たいと思います。うん、13位ピンクカメオさん、ありがとうございます。12位メシスさん、ありがとうございます。11位ゴーさん、ありがとうございます。10位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。9位メコブチャットマークナトリドンさん、ありがとうございます。8位ひろゆきにさん、ありがとうございます。7位今夜あなたの夢に出ますよ。怖い、ありがとうございます。めっちゃ怖い、やだ。6位ダブルワットマークひなこしさん、ありがとうございます。5位ひなととらさん、ありがとうございます。4位かなさットマークひなこしさん、ありがとうございます。3位にゃかットマークお久しぶりさん、ありがとうございます。2位あゆちゃん、ありがとうございます。そして1位は風とアミトさんでした。風とアミトさん、タワーもありがとうございます。ありがとう。ということで今日も配信ちょっとだけだったんですけど、見に来てくださってありがとうございました。また配信いつかします。バイバイ、またねー、おやすみー、バイバイ。